国道352号は、新潟県柏崎市から、栃木県河内郡上野川町に至る、一般国道である。新潟県中部から、福島県南会津地方を横断し、栃木県へと抜けるルートを取るが、新潟、福島県境を除くと相当部分が、他の国道との重複区間となっている。新潟県長岡市内には、未開通区間が残る。また新潟、 福島県境前後は豪雪地帯であるため、冬季交通不能区間である。新潟県魚沼市から福島県日野江又村までは、おり峠や奥田,田見こそい、そして県境付近で急カーブの連続した一から1点を、車線程度の断崖絶壁に沿った、強硬な道が続き、俗に言う、国道の一つに挙げられている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく、一般国道の路線として、1974年11月12日、政令第364号の交付によって、第3次追加指定され、翌1975年4月1日施行によって、国道になった路線である。最初の国道指定では、栃木県今市市新潟県長岡市を結ぶ、 路線であったが、今市市南石橋町、国道四号高天間と長岡市北柏崎市、国道八号高天間は、九百九十二年四月三日、政令台百四号の一般国道の路線指定交付、翌九百九十三年四月施行で延伸された区間である。奥畳午前後の区間は、中世から徒歩通行可能な峠道は存在したものの、 自動車が通行可能な水準の道路整備進展は遅く、大湯温泉から銀山、平までの車道開通は太平洋戦争中、さらに県境を越えて日の江又までの自動車道路が全通したのは国道昇格直前の1972年であった。1990年代まで福島、新潟県境から潮里峠周辺にかけて未舗装区間が残されていて、 奥多田美湖から新潟県小出方面へ出るためには、奥多田美シルバーラインを使えば済んだため、特にしおり峠銀山平間の整備が遅れていた。残されていたダート区間は、1980年代から1990年代前半にかけて舗装加工事は進められており、現在はすべてが舗装路となった。奥多田美湖岩の洗い越しを、 福島県方面へ向かう車と地域県から福島県南合津地方にかけてなだらかな道が続く。尾瀬を過ぎて新潟県に入ると奥畳湖畔の屈曲区間は道幅が狭い上に沢の水が橋もなく道路上を流れる荒い腰が多数存在し雨量が多くなると通行止めになる。極端に狭くなるところはないが谷を挟んで 湖の対岸に続く同じ国道が見えていながら、そこにたどり着くためには谷に架か,かる橋もないため、同じような風景が延々続く単調な道を大回りしてゆく他にない。奥多田湖周辺は豪雪地帯で、陶器は積雪で、道幅はさらに狭さが増す。新潟県魚沼市のしおり峠付近は、急勾配、急カーブが連続する境愛道路で、 対向車とのすれ違いは困難である。しおり峠の国道区間に並行して山を長大なトンネルで貫通する奥多田見シルバーラインがあり、奥多田見湖、銀山、平浦沼市上折立間の通行で使われるのは奥多田見シルバーラインの方であるのが一般的である。また、新潟県長岡市の茅や峠に普通区間を残している。かつては、 未舗装のダー,アート国道として知られ、難航不落と言わせしめるほどの難路であった時期もあった。しおり峠魚沼市区間の峠道は、境愛路対策と路線バスの通行を目的に、午前中は新潟県福島県の東行き、午後は福島県新潟県の西行きの一方通行という、時間帯変動型の交通規制が敷かれていた上、新潟県側から、 福島県境までの区間において二輪車は全面通行止めとする二重の交通規制も取られていた。これらの規制は2006年に解除された。新潟県長岡市の中心市街地から同市、山越地域を結ぶ区間は、のこぎり山によって阻まれ、豪雪地帯の通行不能区間を抱えた平ずの国道となっている。この区間のうち、 かや峠を越えるかや峠バイパスがや峠航空が建設中であり、通行不能区間のうち一部が解消される見込み。このほか、新潟県道5 5号を越えておく、ただみ線奥ただみシルバーラインは、国道ではないが、実質的にしおり峠区間のバイパス機能を果たしている。国道352号、国道400号重複区間他の国道路線との、 重複区間は約9 0トルほどあり、路線全長の約4分の1を占める。福島県と栃木県の県境をまたぐ区間は国道121号352号400号の3連、重複区間で、この区間の道路脇には国内でも珍しく3路線分だけ縦に3つ連なる国道標識が立ち並ぶ。同様に、鹿沼市内においても、 国道121号293号352号の3重複区間があり、同市中心市街でも3つ連なる国道標識が設置されている。主なトンネルと橋道の駅樹海ラインは、た見川最上流部に建設された奥た見ダ,ダムでせき止められてできた日本一の貯水量を誇る人造湖奥た見湖の脇を通る山岳道路。沿道には、 国立公園の大勢や日本百名山の一つでもある越後駒ヶ岳など観光名所が多く点在する。新潟県側の大湯温泉から日野江又村の国道401号分岐点との間はしおり峠越えと複雑に入り組む奥多田見湖岸線をなぞるよう走っており、湖の谷を越えるために道路は屈曲し、著しい迂回を重ねている。ゆえにこの区間のみで、 道路延長は7 0トルを超えるが、銀山平付近の観光施設以外、途中に集落の類は存在しない。奥多田,田巫沿いでは湖畔を走るのではでなく、断崖を高度を上げながら、難所とされるしおり峠に向かうため、高い位置から奥多田,田巫湖を見下ろすこともできる。この一帯の地域は、山と深い森の中に閉ざされているため秘境とも評され、春は、新緑と残雪。 秋は紅葉が特にいいと言われている。新潟県側の銀山平付近で、長大なトンネルを抜け奥多旨ダムへ向かう奥多旨、シルバーラインに指導を返していくことができる。ありがとうございます。